まずね、このサップの紹介します。これは日本のメーカーのピックス5さんっていうサップになります。大きさはね、10フィートあります。重さも結構重たいんですけど、アオラニっていう種類使ってます。で、去年の夏買ってめちゃくちゃお気に入りで、海とかね、湖畔とか連れてってますよく。で、これはまだ自動の空気入れるやつ買ってないので、手動でなんか自転車の空気入れみたいなので、10分くらいかけて超頑張って空気入れて、それから遊びに行きたいと思います。で、その様子をタイムラプスでどうぞ。いらっしゃい。行ってきます。こんな感じで白川湖の水没林でサップをしています。すごい湖の中にこんな感じです。なんかマングローブみたいな、すごいゆったりとした時間で。サップは朝二人乗りしたいと思います。ちょっと幻想的な感じ。朝もやかかってるかな。どうですか。いや、最高です。天国かと思うわ皆さんぜひここに来てみてください。5月の中旬くらいまでこの水没釣り見れるみたいですよ。おはようございます。おはようございます。今は朝の6時です。朝サップをしています。からやってます。いや、これちょっと見てみてください。ここの景色、ない天国。ほんと綺麗。ここポニョの世界みたいな感じに見えてくる、うん、キャー、水鏡がすごい綺麗ね。めちゃめちゃ広いね、うん、風もなくて本当に最高です。昨日より全然、うん、後ろはこんな感じ。あ、後ろも綺麗。あ、めちゃめちゃテント映ってる、ね、ほら水に。あ、本当だ。でも太陽が出てきた。超いい感じ。ね。うわ、めっちゃいいです。最高。ちょっとなんかさっきと違うね。うん。なんだろうね。なんか一本一本ささって生えてる。ああ、確かにここはなんかジャングルっぽいね。うわ、綺麗。いや、ここやばい、なんか信じらんない。でもこのさ、後ろ今来た場所遠くから見ると全然綺麗。ね、誰かドローン飛ばしに来ませんか。やりましょう。ここで。でもここ5月半ばまでしか。ああ、そうだね。あ、半ばなんだ。4月半ばから5月半ばまで。うんうん。じゃあ本当1ヶ月だけなんだね。こんな景色が見れちゃうんだから。そう、カヌーもね、超悩んだんだけど。うん、あ、はいはい。ずっとサップ結構3、4年くらい、うん、海で通ってやってたから、うんうん、サップ買おうと思って、うん、サップ買ってみたけど、次はカヤックかカヌーかな。ネコちゃんも課金が止まらない。水遊び道具かな。ね、水辺大好きだからね。季節だったらね、うん、木崎湖とか沖湖は泳げるから、うん、夏場とかサップしてそのままなんかパシャンって飛び込んで、あー最高だね、うん、確かにあそこ本当透明度がね、うん、そこまで見えるぐらい綺麗だから、
ああ。